うさかよかずまさから1927年11月10日は、日本の陸軍軍人、政治家、家族。最終階級は、陸軍中将、貴族院男爵議員。長州藩士、藤村太郎エモンの4、男として生まれ、うさかよ救兵の養子となる。複数共同体に入り、貸し官司法、県総長、総長と昇進し、 1874年6月、陸軍と山学校を卒業し、翌月、不評少位に任官。以後、不評第14連帯付となり、1877年2月、西南戦争に出征した。不評、第24連帯大隊副官、不評第1旅団参謀、同副官、この絵不評第1旅団副官、第1師団参謀、不評第17連帯付 官軍部副官、この江師団参謀などを歴任し、日清戦争には、第一軍参謀として出征し、田村伊予蔵の後任として、同軍参謀副長となった。この江師団司令部付、刑場公主官付、第十師団参謀長、陸軍省軍務局軍事課長などを経て、1901年4月、陸軍省省に進級。第二十旅団長を経て、 日露戦争時の軍務局長を務めた。1906年7月、陸軍中将となり、1908年12月、予備役に編入された。1911年11月10日、交尾役となる。1916年4月1日に退役した。その後、東洋拓殖会社初代総裁を務めた。また、1907年9月、男爵を助爵主家族となる。 1917年6月、貴族院男爵議員に選出され、厚生会に属して活動を支支するまで在任した。ありがとうございます。